中継ではないんですけど、はいはい、取材カメラをこう見てると、あ、この場面すごい面白いなと思ってたので、では、8回裏の先ほど流れましたね、あの尾形選手のタイムリー、これ見てないんですよね、はい、私ね、ちょっとここご覧になっていただきます、はい、あ、これタイムリーの場面ですね、はい、はいはいはい、尾形選手のタイムリーです、うん、3塁ランナーが佐藤輝明選手です、うん、はい、誰ここです、見岩崎優投手、今佐藤選手のポーズやってましたね、そうです、スローでもう一度、わ、これはなるほど、これが非常に良かったですね、これはでも多分誰も気づいてないんじゃないですか、見たことあります、見たことないですよね、これ岩崎投手怒ってこないですかこんなん流してたんテレビっつってこれはもう仕方ないです、取られてたんでね、はい、いや岩崎投手はちょっとこれぜひちょっとこれは言いに行きます、はい、これはいや嬉しいね、本当に、あ、そうなんですね、そうですね、あのいろいろ編集してて見つけた時に、うん、あ、これは出たり、いやこれはもうオフの熱血タイガース間違いないですね、来ますね、これは間違いないですね、いやそうそう、皆さんやっぱ反応ありますよ、いや今の面白かったですね、これはもう一回見ますか、岩崎さんのそういう姿ってあんまりないですよね、すごいお茶目な姿、こういうのってチームが乗りますよね、またね、これが尾形選手のタイムリーで1点入ってベンチが盛り上がる、あー、いいですね、いやこれはいいわ、あ、プリ姫さんが岩崎選手かわいいとかね、いやでもなんかサンテレビならではの映像ですねとか来てますし、本当そうですね、よく気づきましたね、お茶目とかね、これを撮ってくれたこのカメラマンさん、まあ、これはすごいなと思います、いやそうですね、よくそこに気づいたっていうかね、いやこれはまた岩崎投手もぜひね、この時のね気持ちなんかも聞くタイミングがあったらね、で今のでなんかこう岩崎投手の姿を見て今年のタイガースのベンチの雰囲気の良さ、今年も変わらずいいっていうことがなんか見て取れるっていうのが本当嬉しいですし、まあこの岩崎投手っていうのはもう仲間のことを本当によく考えてますから、あのブルペンのリーダーとして岩貞投手とともにね、チーム全体のことを去年も私いろいろ話をさせていただきましたけれども考えてますから、あ、これはね、もうピッチングのパフォーマンスも今すごいですからね、これぜひ岩崎投手の今後の活躍も楽しみにしたいと思いますし、本当に心の中に熱い部分を持ってますんでね、いやひょっとして岩崎投手がまた抑えに戻るのかな、岩佐投手がいない間になんていうこともちょっと考えたりとか、いや楽しみです、よくこれはでも聞いてくれました、はい、ありがとうございます、これがあれですね、 D 一押しショットのコーナーなんですね、なるほど、これまた次回が楽しみですね、はい、頑張ります、ありがとうございます、またいろいろ見つけてください、はい